ンジャジャーン。うわー、インラインスケートだ。そうだ、いいだろう。よかったわね、しんちゃん。ありがとう、とっちゃん。でもあなた、これって高かったんじゃない？まあな、いいじゃないか、俺の小遣いなんだし。俺はミサイの分も買ってきたんだぜ。明日公園にでも行って3人で滑ってみようぜ。うわー、ほんと？じゃあお弁当作らなくちゃね。しんちゃん、それどうやって遊ぶものか知ってる？常識だぞ、母ちゃん。まず服を脱いで。違う違う。え？ほら、こうやって。よし、できた。おお。こう？そうそう、うまいうまい。お風呂上がりはやっぱマッサージよね。何浴衣姿になってんだよ。で、違うのよ。インラインスケートってのはね、こうやって。おい、部屋の中で無理すんなよ。どうしんちゃん。おー、母ちゃんかっこいい。まあね。お、大丈夫か、みさえ。おー、インラインスケートって面白そう。インラインスケートだよ。君は明日お外でやろうね。みさえもな。二人とも準備はいいかな？いいわよ、あなた。早くやろう、やろう。でも本当はヘルメットとか肘当てとか膝当てとかつける方が安全なんだけどな。母ちゃんは肘当てならつけてるぞ。そうそう、だからお胸は安全。でもえぐれてるから心配ない。そうそう、えぐれてるから心配ない。で、お世話お世話なんだよ、ほら。よし、準備できた。じゃあほら立って。おい、お前、お前、ほら、ミサイも立って。だって昨日はちゃんと立てただろ。昨日みたいに転んだら痛いもん。でもいつまでもそんなことやってちゃ何も始まんないぜ。しんのすけだってもう立ってる。そんなこと言ったって体を支えるのが難しくて。ドケツが重いから。うるさいわね。しょうがないな。ほら、捕まって。しっかりしろよ。だって立てないだもん。ほんとりゃ写真撮ってんじゃねえよ。なんとかして。あなた、足が勝手に広がる。どうしよう、恥ずかしい。下半身に力を入れて足を引き戻すんだよ。頑張れ。おっと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 。おお、あー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 。今度は歩く練習だ。うん、ちょっと早すぎる。あ、やだ、手離さないで。いやー、怖い。怖いのはあんただよ。き。なんだ、二人ともちゃんと歩けるじゃないか。やっほー、とんちゃん。おー、やっぱ子供は上達が早いや。うわー、これに引き換え。やめて、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 やめて。しょうがね、助けてやるか。助けて、やめて。みさえ、俺の胸に飛び込んでこい。よし、来い。あーれ、ごめんなさい。大丈夫ですか？私24です。ん？ああいうテクニックだけは身につけてんだな。うん、ごめんなさい、ヒロシ。愛してる。やる。あれは事故なの、事故なのよ。黙らっしゃい。うん、怒っちゃう。やるな、母ちゃん。よし、俺だって。誰かいないか、誰かいないか、誰か。私のお胸で気が済むまでおなき。お姉さん。お姉さんなんて呼んじゃいや。ダイアナって呼んで。よーしゃー、目標発見。4、3、2、1。
大丈夫。よしよし。痛かったでしょ、かわいそうに。どうしたの？ほら、シリコン入れたばっかりのお姉さんのお胸で思いっきり泣いていいのよ。あ、気がついた。もう、私の顔見て気絶するなんて、なんて失礼な子なんでしょう。ルッサイさん、いやね、こんな優しいお姉さんなのに。食べない。ガク、食べるわけないでしょ。あんた30分も気絶してたのよ。ま、気持ちはわからんでもないけど。なんか言った？いや、なんでもないです。はい。それよりあんた、インラインスケートやってんのね。私も混ぜてくんない？香港に売らない？売らないわよ。やっほー、やっほー。あいつらすっかり意気投合しちゃって練習すればうまくなるよ。あれ、しんのすけは？うん、なんか準備に時間がかかるって。準備？なんだ？すごい。なんなんだ一体。おー、ビーダー。ララ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 ラ。ヘロー、ヘロー、サンキュー。サンキューじゃない。なんだよその格好。お前は小林幸子か？そうかそうか、気に入ってもらって何よりだ。言ってない、そんなこと。大体恥ずかしいと思わないのかよ、そんな格好して。目立つ格好してれば車に引かれない。師匠もそう言ってた。どういう師匠なんだ、まったく。でもよくよく見るとちょっと地味だったかな。十分派手だよ。なんでブラジャーなんかしてんだよ。こうやって土当てしてればコロナ時はお胸安全。それから何よりもセクシー。ダイナマイト。やめろやめろ。お前は平気でもこっちは恥ずかしいんだよ。もうこんなもん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 。あ、ブクブクのケタモノ。うぎゃー。まあ、落ち着いて。うまく滑れてきたね。風間くん、見てみて。うまい、うまい、うまい。風間くん、見てみて。あ、これの新しい下着。そんなもん見せんでいい。なんだ、せっかく風間くんを喜ばせようと思ったのに。喜ぶかよ。それより今はローラーの技を見せろよ。お、技。技だってよ。え？カスカベボンバー。お前たちが技を見せるとはな。笑わせやがるぜ、チビどもが。とっとと帰ってママのおっぱいでも吸ってな。こりゃいいや。何やってんだよ。いや、何がおかしいの。やめろ。やめろって言ってんだろうが。いいか、よく聞け。ここは俺たち北カスカベボンバーズの場所だ。お前たちのようなガキどもの来る場所じゃないんだよ。ほら、とっとと帰んな。ほら、どいたどいた。何よ、あたいたちが先にここ使ってたのよ。あ、なんだおめえ、男の中に女一人かよ。お前は静かちゃんか。静かちゃん、
男さんにイチャイチャしてお褒めなんじゃないの？違う！今はもう恥ずかしいことじゃないよ。違うって言ってるだろ！とにかくここは俺たちの場所だ。とっとと消えな。ねえ、別の場所探そうよ。いや、引き下がっちゃダメだよ。公園はみんなの場所だ。僕たちにも使う権利がある。ある。そうだそうだ、使う便秘があるぞ。使う権利だよ。何やどこな。年下のくせに偉そうだぞ。おまけにキザで性格悪いぞ。公園を使うのに年齢は関係ない。おお。そうだそうだ、愛があれば年の差や性別は関係ないぞ。どっちの味方なんだよ。うん、しんといえば笑いの質の高い方かな。とにかく僕たちだってここで遊んでいいはずだ。さっきから聞いてりゃてめえ生意気なんだよ、ガキのくせに。俺たちはよ、小学生なんだぜ。小学生といやもう立派な大人なんだぜ。え？これはどう見ても子供ですな。本当だ。やめろ、偽物じゃねえ。このままじゃ拉致が開かねえ。こうなったら俺たちのテク見せてビビらしてやろうぜ。よっしゃ。よし、ビッグ、お前のテクをガキどもに見せてやれ。オッケー。パス。ラロン操作。すごい。よし、ハリー行け。オッケー。パス。モトクラス走行。ダメだ、叶わない。よし、俺のくても見せてやる。テクだろ。いざ。ルナーザー走行。勘違いしてねえか。恥ずかしい。よっしゃ、最後に俺のテクでとどめを刺してやる。必殺カザグラ。すごい、すごすぎる。よーし、じゃあ俺のピクニックも見せるぞ。テクニックだろうが。な、何をやるつもりだ。必殺出た、新之助の早脱ぎ技。この恐れと恥を知らぬ華麗な技はもしや、いやまさか。おーい、カズマくん、やってた。こっち来るな、僕の名前を呼ぶな。さすが私の一番ですね。なかなか上達が早いのね、しんちゃん。おい、しんちゃん。あれは伝説の北浦和の講師だ。あの怪物の顔を持つ天使と言われた、あの、そう、モンスターエンジェル、ローラーの講師だ。ダメじゃないの、喧嘩なんかしてっちゃ。ローラーってのはもっとビューティフルに楽しむものなのよ。あんたたちの技拝見させてもらったわ。なかなかのものね、やるじゃない。ウィス、ありがとうございます。さあ、みんな仲良く一緒に滑りましょう。私の技を伝授してあげるわ。おーい。僕とてもついてけない。